哈喽，大家好，我是镜子。那今天我们又回来我们的 Tasty 豆烂烂的、哦。那上一次刚刚打完那个绿豆乳是社长啊，那对。然后打完他之后就还不知道后面了，我们就直接看剧情吧。8歳のお誕生日おめでとうリドル。今年のお誕生日のケーキは頭が良くなるレシチンたっぷりの大豆粉とナッツの低糖質ケーキよ。ありがとう、ママ。でも、僕、一度でいいから、真っ赤なイチゴがたくさん乗ったタルトが食べてみたいな。なんてことを言うの。あんな砂糖の塊みたいなお菓子、毒みたいなものよ。一切れで1日分の糖質の理想摂取量をオーバーするわ。さ、今日はドコサヘキサエン酸とイコサペンタエン酸がたっぷりのヘルシーなマグロのソテーよ。ああ、でも8歳児の理想のカロリー摂取量は1食600キロカロリー以内だから、100グラム以上食べ過ぎないでいいわね。はい、ママ。僕はずっと真っ赤なイチゴのタルトが食べてみたかった。たまに通りかかるケーキ屋さんのショーウィンドウに飾ってある宝石みたいなタルト。本日の古典魔法の勉強はここまで。明日までに今日の勉強に登場した魔法倫理学における言語哲学の教本を50ページ予習しておくこと。では次の魔法薬学の勉強の時間まで1時間自習にします。はい、お母様。お母様は少し用事があるからまた1時間後にね。分刻みで詰め込まれるありとあらゆる学問、できなければできるまで延長される学習時間。でもこれが僕の普通だった。窓を誰かがノックしてる。お、出てきた。まあまあ、一緒に遊ぼ。君たちは誰？俺はチェーニャ、こっちはトレイ。一緒にクロッケーしようよ。無理だよ、今は自習時間なんだ。勉強しなきゃ。自習って何を勉強するか自分で決めていいがね。遊ぶのも勉強ってちいちゃんが言ってたにゃ。少しだけ降りてこない？ちょっとだけなら。君の名前聞いていい？リドル。リドルローズハート。トレイとチェーニャと遊ぶのはすごく楽しかった。知らないこと、やったことない遊び、二人はたくさん教えてくれた。それから一日一時間だけの自習時間は毎日お母様に内緒で部屋を抜け出した。リドルってイチゴのタルト食べたことにゃの？うん、お母様が体に毒だからダメだって。そりゃ食べ過ぎは良くないかもしれないけど、あのさ、俺んちケーキ屋なんだ。今から食べに来いよ。え？でも一切れくらい大丈夫だって。俺はホールごと食いたいぐらいだにゃん。真っ白なお皿に乗った真っ赤なイチゴのタルト、僕にとってはどんな宝石よりキラキラ輝いて見えた。一口食べたタルトはすごく甘くて、食べたことがないくらい美味しくて、僕は一口ずつ味わいながら夢中になって食べた。時間を忘れて。なんてこと、自習をサボっただけでなく外で砂糖の塊を食べてくるなんて。あの二人がリドルをそそのかしたのね。あんな悪い子たちと二度と一緒に遊ぶことは許しません。ごめんなさいお母様、もうしないから許して。お黙り、お前がルールを破るからいけないのよ。やっぱり自由時間なんて持たせるんじゃなかった。もっともっと完璧管理しなくては。ルールを破れば楽しい時間まで取り上げられてしまう。だからお母様の決めたルールは絶対に守らなきゃ。この町で一番優秀なお母様は
いつでも正しいはずだから。でもねママ、なんでだろう。なぜだかとっても胸が苦しいんだ。お誕生日だけでいいからいっぱいタルトが食べたい。お外でいっぱい遊びたい。もっといっぱいお友達が欲しいよ。教えてママ、どんなルールに従えばこの苦しさは消えるの。リドル、さいじゃん。って超焦った。僕は一体。よかった、正気を取り戻していますね。今は何も考えなくていい。ああそうやって甘やかすからちょっと怒られただけで暴走とかするんすよ。庭はめちゃくちゃだし、こっちもヤバいとこだったんだからな。確かにヤバかったな。まったく、ストレスをためるとろくなことがねえんだぞ。僕本当はマロンタルトが食べたかった。え？バラは白だっていいし、フラミンゴもピンクでいい。お茶に入れるのは角砂糖より蜂蜜が好きだし、レモンティーよりミルクティーが好きだ。みんなと食後のおしゃべりだってしたい。リドル、ずっともっとトレイたちと遊びたかった。うそ、あのリドル君がギャン泣きしてる。あ、おいこら、泣けば許されると思うなよ。お前も大概空気読まないな。俺も悪かった。お前が苦しんでるの知ってたのにずっと見ないふりをしてた。だから今日は言うよ。リドル、お前のやり方は間違ってた。だからみんなにちゃんと謝るんだ。寮長が今までの行動を謝ってくれたら言おうと思ってたことがあるんすけど。ごめんの一言で済むわけねえだろ。絶対許してやらねえ。この空気でそれ言う？足りねえだ。こっちは散々コケにされたわけだし、せっかく苦労して作ってた手作りマロンタルト捨てられたわけだし、涙ながらに謝られたくらいじゃ許せねえな。こいつ俺様より根に持つタイプなんだぞ。そんな、じゃどうすれば。俺しばらくは誕生日じゃないんだよね。は？お前何を言って。だから何でもない日のパーティーのリベンジを要求する。俺たち結局パーティーに参加できてねえし、そんで今度はお前がタルトを作って持ってこいよ。あ、トレイ先輩に手伝ってもらうのはなしだから自分で苦労しろ。そしたら許してやらないこともない。自分は手伝ってもらったくせに素直じゃないな。ガイアは黙ってろ。いい？分かった？分かった。歩むよりは美しきかな。
これで一件落着ですね。下一章。そんじゃ、俺たちはまずお庭の片付けと行きますか。せっかくのフォトジェニックなお庭がボロボロだよ。どほほ。俺も手伝う。ドレイはリドル君を医務室に運んできて。オーバーブロッドしちゃったわけだし、一度先生に見せた方がいい。ダイヤモンド君の言う通りです。私も付き添いましょう。はい。ありがとうございます。いっぱい魔法を使ったら腹が減ったんだぞ。あ、これは、これ、ドワーフ鉱山で落ちてた黒い魔法石と同じやつなんだぞ。本当だ。どこから落ちてきたんだ。今度は食うなよ。一度食べたら忘れられないあのお味、いただきます。って、もう食ってるし。で、グリちゃんってそういうゲテモノ食べるタイプなわけ。こってりとした甘みがありながらほんのりとビターな香ばしさを感じさせるお味。この間のやつはまた違った旨味がある石なんだぞ。本当にお腹壊さないの？ヒロイ食いが癖になってる。モンスターだから俺らとは胃の作りが違うんじゃね。それにしても拾い食いは良くないと思うな。うん、この芝生も食べてみるとなかなか爽やかでいけるお味だ。さしよ。こら、そんなものまで食べるんじゃない。ああ、たくも、お前たちありがとな。なんか言いました？うん、なんでもない。収穫パツラビルビュルハツラビュルだ。看着看着爬了。这有音乐节奏游戏。急に変えなくたっていいさ。ジャムはネズミの鼻に塗らなくたって、スコーンに塗ればいい。絶対ないとダメじゃなくて、あったっていいにしていけばいいだけだろ。ん、そうだね。ああ、結局庭の片付けとか今回の準備とか全部俺らがやらされたんだけど。まあまあ、寮長の体調も何事もなく回復したわけだし、お庭にフォトジェニックな飾り付けもできたし、俺的には大満足。早く料理が食べたいんだぞ。オッケー、では早速。ちょっと待って。え、その白いバラ、げ、塗り残し。はあ、エースちゃん、デュアスちゃん、ちゃんと塗ってって言ったじゃん。僕たちのせいですか。リドル、これはどうかお目星を。まさかまたなんてね。もうバラの木の1本や2本で罰したりしないさ。本当？リドル君乾杯。みんなで塗れば早いだろうしね。って塗るのは変わんねえのかよ。まあまあ、それでも本当に変わったな。もう1秒も我慢できねえんだぞ。さっさとバラでも何でも塗ってパーティーだ。それじゃあみんな準備はいい？
没有，我不喜欢玩这个，这个我一直都玩不会啊。miss 一个。一个 good， 一个 miss。で、寮長のワビタルトは結局どうなったの？ちゃんと作ってきてるよ。これ、このイチゴのタルトは僕が作った。形は少し不格好だけど。イチゴの艶を出すナパージュを塗る一手間もかけてるし、初めてにしては上出来じゃないか。はい、すかさず甘やかし入りました。ほっといて実食といきますか。あ、レアなタルトの写メ撮るから切るのちょっと待って。はい、オッケー。先輩もマジブレないよね。じゃあいただきます。什么？なんだこりゃ。うわ、めちゃくちゃしょっぱい。何入れたらこうなるわけ？厳密に材料を測ってルール通りに作ったんだ。そんな間違いはないはず。だ、もしかしてオイスターソース？你还这么放啊？你也被他骗过。我天哪！クローバー先輩が冗談で言ってた。関口印。だってトレイが昔レシピには載ってないけど美味しいタルトには。絶対隠し味でオイスターソースが入ってるって。なわけねえだろ。ちょっと考えれば嘘だってわかるでしょうが。自分も騙されたくせに、たらみ合う梅とオイスターの斬新すぎる味の味。这个好了。しかもこれ隠し味っていうのしょっぱさじゃないよね。どんだけたくさん入れたの？だって適量とか言われてもわからないだろう。何 cc 使うのか正確に教えておいてくれないと。まさかあの冗談を真に受けて本当に入れるやつがいたなんて。そうだね、バカだな
僕。まずすぎて笑えてきたな。つうかこれも笑うしかなくね。でもなんかこれはこれでうまい気がしてきたんだぞ。あ、それわかるかも。案外悪くないよね。ダイヤモンド先輩もクリム並みに下手者食いじゃないですか。いやいや、そんなことはないって。このタルトは甘くないから悪くない。え、お前甘いもの嫌いだもんな。でも食べに来てませんでしたっけ。そうなんですか。トレイ君、なんで知ってんの。俺甘いもの苦手だなんて誰にも言ったことないんだけど。ドゥードルスートを話のネタにするふりでよくケーキの味を変えさせるだろ。全然顔には出さないけど、もしかしたら甘いものが嫌いなのかなとずっと思ってた。バレてたんだ。うわ、初。トレイ君、リドル君の件もそうだけど、その思ってたけど言わないってのよくないと思うな俺。次の何でもない日はキッシュも焼いてやるからな。そりゃどう思う。ケーキ並みにフォトジェニックのやつにしてね。トレイのお菓子はいつ食べても絶品だにゃ。あーむ、もぐもぐ。你怎么突然又出现了？なんでここに？うん？なんでもない日だからお祝いに来ただけさ。おめでとうリドル。なんでもない日はハーツラビル寮の伝統行事だ。君には関係ないだろ。それはそっちの人たちも同じじゃにゃの。あ、お前、この間あったニャーニャー喋る変なやつ。そういえば結局お前はどこの寮なんだぞ。そもそもチェーニャはうちの学園の生徒じゃない。ナイトレイブンカレッジの長年のライバル学校、ロイヤルソードアカデミーの生徒。え、違う学校の生徒、しかもロイヤルソードアカデミー。他にも魔法学校があるんだ。なんかすごくかっこいい名前だね。今ロイヤルソードアカデミーって言ったか。あの気取った奴らの仲間が来てるって。なんだと、どいつだ。すぐ追い出してやる。それじゃあタルトも食べたし、俺は帰るとするかにゃ。はい、便快了。那个是这个，他真的是，这边的。なんかみんなが急に先だったんだぞ。ナイトレイブンカレッジの生徒は高確率でロイヤルソードアカデミーを敵視してるからね。100年も永遠負け続けてれば。そう。まあまあ、お祝いの日にそんな暗い話はなしなし。今日は何でもない日のパーティーを楽しもうよ。にゃー、腹がはち切れるまでごちそうを食ってやるのだ。何でもない日万歳。ああ、いいな。ハーツラビルのやつら、今日はごちそう食いまくりのパーティーらしいっすよ。サバラクロにもそういう腹が膨れる伝統ないっすかね。晴れた日の昼間にケーキやらクッキーやら食いながら楽しいパーティーだ。虫唾が走る。それよりラギ、例の件だが。任せてください。ちゃんと準備進んでるっすよ。あいつらがのんきに茶を飲んでられるのも今のうちだ。気取ったマリウスのやつもな。覚悟しておけ。哦，第一章结束了哇！可是这次没有那个什么动画的那个结尾来，可能就是真的只有 OP 而已啦。那下一章很明显就是要看什么 Naclo 的那个宿舍的剧情了。那么后期会是什么剧情的，我也还没看呢，因为毕竟第一章刚录完，没错，应该说其实早就录完了，可是就还没有，因为没有弄好，所以就没有继续录第一章这样，第二章这样子。不过下次我们再一起看吧。那总之不管怎样，如果你喜欢我的影片的话，在底下按赞、留言、分享，并且点我。那我们下次再见，拜拜。